über einzelne Kirchenkreise ein Umdenken stattgefunden. Pfarrer haben sich an Demonstrationen mit beteiligt und inzwischen sind wir sehr stolz, dass der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland ganz klar die Verantwortung unserer Gesamtgesellschaft, die ethische Verantwortung sieht und sagt, dass wir sowohl aus der Atomenergie aussteigen müssen, dass aber auch der Klimawandel, den wir mit unserem Lebensstil und unserem Wirtschaftssystem machen, derartige Schäden anrichtet, dass die Energiewende auch aus ethischen Gründen absolut erforderlich ist. Und wir freuen uns, dass Bedford Strom auch Mitglied von Friends of the Earth Germany ist und hier bei dem großen Festtag zu 500 Jahren Ehrung von Luther, der die evangelische Kirche mit begründet hat, war es eine Sternfahrt mit Fahrrädern zu dieser Veranstaltung und er ist hier vorne nicht mit dem großen Dienstwagen, sondern mit dem Fahrrad gefahren. はい、ドイツでおきましても10年15年ほど前であればカトリック教会もポルテスト教会もむしろ、原発に賛同する立場を取って、いました。しかし、その後、各教会区においては草の根の、動きによって、発想の転換が徐々に進んでいきました。牧師の中には反原発のデモに参加するというような動きも出てきました。こちらの写真に写っているのはドイツのプロテスタント教会のトップであるドイツ福音主義教会の上院会議長の、ベッドフォード・ストロームという方ですけれども、この議長も非常に明確に社会の責任、社会全体としての倫理的な責任ということを発言しております。すなわち脱原発を進めていかなければならないということ、そして人々の暮らし、生活ぶりや経済システムによって気候変動が進み大きな影響を与えている中で、エネルギーシフトを進めていく倫理的な責任ということを訴えております。で、このベッドフォード・ストローム氏ですけれども、なんとこの FOE ジャーマニーのメンバーでありまして、こちらの右側の写真ですけれども、昨年は宗教改革500年ということでルターが宗教改革をはじめプロテスタント教会を創設し500年の記念の年だったんですが、その時の記念の大きな大会のイベントで、の模様です。で、公用車で、乗りつけるのではなくて、市民と一緒に自転車でこうしたイベントに参加しているという、様子をご覧いただいております。はい、プロテスタント教会が以前は原発推進だったというのはちょっと意外な気もしましたけれども、今ではこのように、反原発、そして気候変動問題にも、一緒に取り組んでいるというのは心強いかなと思いました。で、最後にですね、エネルギーシフト、市民の手にというか、下からのエネルギーシフトということを FOE ドイツとしても、数年前から進めていると思います。ここにちょっとドイツの人からもらったエネルギーシフト市民の手にって書いた手のオブジェなんですけれど、やっぱり、大企業や電力会社だけでなく、市民がこの再生可能エネルギーのシフトの主体になるということ、非常に重要で、ドイツでも進められている。そしてこのスライドの33枚目に、今まで、導入されてきた再生可能エネルギーを誰が持っているのかということを示したグラフがありまして、40% ぐらいを個人もしくは農業者が持っているということが示されています。こういった動きを米油連盟としても後押ししていると思うんですけれども、具体的にちょっとやっている活動などがあれば、最後にお聞きできればと思います。
zum einen konnte durch das erneuerbare Energiengesetz jeder, egal mit welchem Beitrag, selbst in erneuerbare Energien investieren, ob 500, ob 1000, ob 10.000 Euro Anteil an einem Windkraftwerk, in einer Bürgergemeinschaftsanlage, ob auf dem eigenen Hausdach oder wenn das nicht möglich ist, eben in einer genossenschaftlichen Anlage. Und man kann auch, und das ist ganz wichtig, grünen Strom kaufen. Das heißt, man ist nicht mehr auf einen Energieversorger mit Atom- und Kohlestrom angewiesen, sondern kann letztlich erneuerbaren Strom am Markt kaufen. Und er ist auch zum Teil gar nicht mehr teurer als der Normalstrom. Von daher die Energiewende in Bürgerhand, so wie wir hier sie sehen, als Beteiligung an Anlagen, ob Biogas, ob Windkraft, ob Sonne vom Kirchendach, ist möglich und das trägt auch zur Akzeptanz bei, weil eben sich das Windrad für den eigenen Geldbeutel dreht und nicht mehr für einen entfernten Energiekonzern. Vielen Dank. はい、私たちもこの活動をですね、進めようとしておりまして、再生可能エネルギーシフトを市民の手で、ということで、いろんなことを行っております。まあ、それは私たちだけではなく、法律の方からも、枠組み条件というのが作られているのではないかと思っています。再生可能エネルギー法という法律ができて、そうすることによりまして、市民が少額でもいいので、少額でも大丈夫で、まあ、いろんな形で再生可能エネルギーの実を発電するというプロジェクトに参加することが、出資することができております。500ユーロであれ、1000ユーロであれ、まあ、5万円であれ、10万円であれ、あれまたもっとたくさん出すこともできるんですけども、風力発電に投資をするとか、あるいはまた市民が団体を作って、再生可能エネルギーの発電装置を設置するであるとか、自ら例えば屋根に設置をするとか、あるいは組合レベルで設置をするだとか、まあ、たくさんのさまざまな形態があって、市民一人一人が投資をすることができるような、そういった法律が、枠組みが作られております。さらにですね、またドイツの方では、自分の好きな電力を買えるという、購入することですね、ができるという仕組み作りもできております。で例えば私は石炭で作られたエネルギー、あるいはまた原子力源のもの の電力というものは買いたくないわ、再生可能エネルギーのものだけをしか買いたくない、買いたくないと思ったとすると、まあ、再生可能エネルギー源の、発電をしている、そういった発電の電力会社から電力を買うと、つまりグリーン、電力を買うこともできると。そういった枠組みができています。で今実際にグリーンエネルギー電力なんですけれども、普通の電力の料金ともほとんど値段変わらないです。高くはなってないんですね。まあ、そういった意味でお手頃な値段で買うこともできております。まあ、ドイツの方ではですから、そういった再生可能エネルギーに市民の人たちが設置をするという段階で参加をすると、バイオエネルギーであったバイオマス、それ風力、それ太陽光、などなど、そういったことを実際に、積極的に後押しをすることによって、まあ、再生可能エネルギーを普及させる、まあ、エネルギーシフトを市民の人たちがアクセプトをする、まあ、理解を示す、そういったことにもつながっているんじゃないかと思います。まあ、出資をすれば自分でお小遣いも、まあ、収入も増えてくるわけですね。でエネルギーというものが大企業であったり、あるいはまた電力会社だけのビジネスではなく、自分たちにもそういったことを投資することによって収入も得ることができると、そういったモチベーションもあります。ですから、まあ、市民の手でエネルギーシフトが行われていると思います。Und auf dieser letzten Folie wird noch einmal deutlich, welche Revolution stattgefunden hat in Deutschland und dass die Energiewende in Bürgerhand auch heißt, dass es eine Demokratisierung ist. Denn die alten Energieversorger haben an den erneuerbaren Energien nur noch einen ganz kleinen Anteil von 15%. Der große Teil sind Privatpersonen, aber auch ganz viele Landwirte und Bauern. Es sind Industrie- und Gewerbebetriebe und es sind Projektierer und neue Energieproduzenten, Fonds und Banken, denen die erneuerbaren Energien gehören. Und das ist sicherlich eine wichtige Weichenstellung, wenn man die Akzeptanz für die erneuerbaren Energien und die Energiewende gewinnen will.
これが最後のスライドになって私の方からなるわけなんですけども、これを見ていて分かりますようにドイツの方では言うなれば本当に大きな革命が起きていると言っても過言ではないと思います。つまり市民の手によってのエネルギーシフトというものが実際にこのように行われていると、で再生可能エネルギーとですね、がどれだけ投資をされているのか、誰がその投資の主体となっているのかということを示すこの円グラフなんですけども、4大電力会社、昔はですがこの4大電力会社というのはほとんど、市場を制覇していたわけですが、その人たちの割合がこれだけ少なくなっているんですね。それに対しまして個人であるとか、それから農業従事者、そしてまた一般の企業、プロジェクトファイナンス、そして金融機関などなど、新しいプレイヤーが出てきているということなんで、このエネルギー市場の分野においての本当に民主的な、民主主義が普及していると言っても過言ではないと思っております。キャルトさんも脱原発、そしてエネルギーシフトに長年関わってきています。続きまして元ベルリン自由大学の福澤博美さんから、ベルリンに住んでいらっしゃるので、日本人として見るドイツのエネルギーシフト、そして日本で言われている誤解、そのあたりについてお話しいただきたいと思います。お願いします。今紹介に預かりました福澤です。ドイツにもう50年ぐらい住んでまして、半分以上ドイツ人という気分もの時もあります。一応BUN での彼らと友達ということで、日本に行くときには一緒に行かないかというんで声をかけられて、今回も一緒に旅行しております。それで福島に週末に連れて行ったりとか、そういうことをやっております。それで日本では、名前を言ってどうかは語弊があるかどうか分かりませんが、読売新聞の三好、記者などは、だいぶドイツのエネルギー革命、エネルギー転換に関して非常に否定的な情報を流したり、あるいはそういう本を書いたりして、そのあるいは万亜紀子さんか、ああいう人たちが非常にドイツは再エネがどんどん伸びていろんな問題が起きているというようなことを書いておりますね。それでそのうちの一つが、ドイツは再エネエネルギーがどんどん増えて電気が、料金がものすごく高くなっていると、だからとても日本には同じような、システム制度は取り入れることはできないだろうというようなことを言ってます。それでちょっとそれに対する反論といいますか、アイスブレイクですを示したいと思うんですね。これはちょっと全然訳してないので、難しいかと思いますが、ご存知かもしれませんけども、ヨーロッパには電力取引市場が2つありまして、パリがその1つ、それからドイツのライプツィヒで2つは住み分けがありまして、パリの、電力取引所は2日間だけの電力スポット、だから、明日と今日の、あるいは明日と明後日の電力を買うことができます。でライプツィヒの電力取引市場は先物取引で6年先まで電気を買うことができるということなんです。でこれはパリの取引所のある日の取引の値段を書いてあるんですね。一番上の 33.81 というのが、これはドイツの電気料金です。でその下の FR というのはフランスなんです。でちょっと見ると見づらいのでちょっとすいませんけども、ドイツは僕が読み上げますが 33.81 ユーロ1メガキロワット、1メガワットですね、1メガワットの電力料金が 33.81 で、それに対してフランスは 59.99 と、単純に考えても倍近いフランスの電力料金なんです。ってことはなんかフランスは 70% 原子力エネルギーですか、原子力による電気
を発電しています。それが倍近い値段で取引されているということが分かります。でそれと同時に、よくドイツからドイツはずるいと、その再エネにどんどんのめり込んでいって電気が少なくなるとフランスの原子力で発電した電気をどんどん買えるじゃないかと、それは全く嘘なんでして、ドイツはこのヨーロッパの中でも最大の電力輸出国です。でフランスの方が輸入しています。それで見るとこれだけ見るだけでも、もう倍近い値段があるのにどうしてだろうということなんですが、再エネというのはものすごく安くなるんです。でも限界費用がかかりませんから、一度作っちゃったら原料代ゼロなんです。でそういうことで非常にまず安いってことを認識していただきたい。じゃあ次の内訳。はい、それでところが、発電したいわゆる取引所でものすごく安い電気が、一般家庭いわゆる一般の消費者に届くと高くなってます。でこれはそのことをはっきり示しています。ドイツでは36円になってますね、1キロワット。日本では24円ぐらい。でなぜドイツはそんな高くなってるのかっていうと、一応見てください。まあ、25% の発電量とマージンなんです。ってことは、発電料金とマージンというのは、発電者にとっては、全体の額の4分の1しか占めてないんです。で、その後に、送電線、送配電線とメーターというところがあって、これは例えばシューナーってご存知かもしれないけども、彼らが買い取った送電、配電線網、でそこで生じる、料金で、それが、4分の1弱と、それから FIT が 22% と、でそれから消費税、電気税とどんどん重なって、実際は発電の時の料金というのは4分の1だってことなんです。だからあとはどんどん積み重なって高くなってくるのは、いろんな税金だとかその他 FIT が多いんです。ってことは、これだけ高くなってもドイツの国民は再生可能エネルギーをこれからどんどん進めるという意思を示してるんですね。だからそれがやはり国民の合意のもとに、再エネ化が進んでるってことがよくお分かりになった。日本だったら大変な騒ぎになって、こんな高いだったらやっぱりやらないということになってしまうと思うんです。はい、それはこれちょっと途中で見ますけども、フランスとドイツ、フランスとドイツだけ見てご覧になって、フランスから 3.84、 それからドイツからフランスに行ったのは 13.27 ということで、ドイツからの輸出の方が多いということが分かります。はい、すいません、なんかもやもやしてて。FIT って、FIT というのは皆さんご存知だと、先ほども随分 FIT の値段がドイツの電気料金によってはすごく占めてるわけなんですけども、ドイツは去年から、2017年から FIT をやめました。というのは FIT は2000年から続いて17年間で一応役割を終えたと、その代わりダイレクトマーケティングということで、まず入札制に変わったのと、それから直接電気を売るようになったということですね。だから再エネで発電しても自分で売らなくちゃいけない、自己責任にどんどん移ってまして、それでそのことでちょっと、あれなんですけども、赤い一番中心になっているのは今の FIT の全体の額です、ドイツにおける。それがですから2034年ぐらいで全て終わってしまうということなんです。でその代わり、いくつかまだ、助成金みたいなのが入ってまして、それが水色なんですが、で一応、FIT が34年に終わるということは、一応あるドイツのそういう研究所の発表によりますと、FIT とか再エネにかかる全てのお金はコストは約60兆円から70兆円と言われています。ってことは、付
福島第一の事故で21兆円かかってますから、ドイツの場合福島事故がもう3分の1占めてると、その3倍の料金でドイツの、エネルギー転換は全て終わってしまうと。そうなったら原料を買う必要もないし輸入する必要もないということが分かると思います。でそれはドイツにとっていわゆる先行投資であると。だからで脱原発もやって、で再エネ化も全て終わるということで、非常に大きな革命が今進行しつつあって、また多分成功すると思います。なんか時間がなくなって中途半端なあれになりましたけども、そういうことです。福澤さん、ありがとうございます。すいません、このスライドなどちょっと後で追加したものをウェブサイトに、アップしたいと思います。で、続いてマルティン・ガイル夫婦さんから、今の福澤さんのお話の中でも、ドイツの電気代が高いけれども、それを市民は受け入れているという話がありました。そのあたり、ドイツの世論、そして若者がどう考えているのか、ガイル夫婦さん、少し前までブントイベントイでユーゲント若者グループでも活動していました。お願いいたします。Ja, herzlichen Dank, Akiko. Schönen guten Abend auch von meiner Seite. Martin Geilhufe, Akiko hat mich ja schon vorgestellt. Ich freue mich, etwas über die Jugendaktivitäten und die Akzeptanz der Energiewende in Deutschland, besonders aus jüngerer Perspektive, Ihnen heute Abend erzählen zu dürfen. はい、吉田さん、ありがとうございます。私は今紹介されましたように、ガイル夫婦と申します。でこれから私はドイツの方での再生可能エネルギー、そしてまたエネルギーシフトで若い人たちがどういった活動をしているのか、そしてまた受け入れ具合、あるいは理解とかどうなのかということを、私若い者としての視点からお話をさせていただきたいと思います。 Auf der Folie können wir sehen, dass 95% der deutschen Bürgerinnen und Bürger die Energiewende entweder für extrem wichtig oder wichtig empfinden. こちらのグラフが示しておりますように、ドイツ人の 95% が再生可能エネルギーについてですね、これは大変重要である、あるいはまた重要だと答えています。Wie Richard Merkner gerade schon gesagt hat, sind viele zivilgesellschaftliche oder gesellschaftlich sehr wichtige Akteurinnen und Akteure für die Energiewende, wie beispielsweise die Kirchen oder ganz besonders wichtig auch in Deutschland die sehr, sehr starken Gewerkschaften. 先ほど同僚のメルケルさんからの方が説明がありましたように、新のエネルギーシフトを行うにあたり、ドイツでは市民社会の動きが重要であります。重要なプレイヤーとして具体的に申しますと、教会でありましたり、それから労働組合が大変重要な役割になっております。Und jetzt möchte ich ein Wort noch zu den Parteien verlieren, als der Atomausstieg ein zweites Mal nach Fukushima, Daiichi, im Bundestag beschlossen worden ist, hat sich keine Partei dagegen gestellt. Alle Parteien haben diesen Beschluss getragen. それからと政党の役の担う役割も大変重要であります。福島の事故が起きました後、ドイツは脱原発を決めたわけですけれども、その際でありますが、すべての政党が脱原発に諸手を挙げて賛成いたしました。Somit sehen Sie, dass am Anfang die 10 Millionen Umweltengagierten oder Umweltmitglieder, die Kirchen, die Gewerkschaften, die Parteien, es sind alle für die Energiewende, das heißt eine sehr, sehr hohe Akzeptanz in der Bundesrepublik. で環境団体さまざまございますが、合わせまして1000万人のメンバーを要しているということを冒頭で説明があったと思います。それプラスドイツの場合は先ほど言った教会でありますとか、それから労働組合、そしてまた政党も全てですね、エネルギーシフトに対しては支持をしておりますので、それだけドイツ全体で見てのエネルギーシフトのアクセプタンス、理解というのは大変大きいということになります。Besonders für junge Menschen ist der Klimaschutz wichtig. Es ist eine breite internationale Klimabewegung, die allen voran auch verhindern möchte, dass Staaten auf die Idee kommen, mit Atomkraft das Klima zu retten.
特にまだ若い人たちはそれプラスですね、気候変動に対しての関心が大変強いです。まあ、世界レベルにおいて気候変動をどうにかしてこのストップさせなければいけないと思っているわけです。で、まあ、国によっては原子力発電所、原発というのは CO2 を排出しないから気候変動に良いものであると、そういったことを言っているところもあるのかもしれませんけども、これに対しまして若い人たちは大きな反発を示しています。Ja, diese Generation oder diese vielen jungen Menschen überall auf der Welt haben das Ziel, das Klima zu retten, weil sie wissen, das ist die größte Herausforderung für die kommenden Generationen. Das verbindet sie.まあ、どうしてこれだけ世界各国で若い人たちが気候変動をあるいはの状況を改善しようとしているのかということなんですが、やはりこれからのさらに若い人たちのその次の世代、その次の世代のことをみんな考えているんですね。今負荷を次の世代に、子どもの世代に渡してはいけないと。Die Klimakrise macht nicht an Grenzen halt, sondern ist international und sie verstehen es allen voran auch als einen Kampf.Zwischen jungen Menschen und älteren Menschen, die noch für fossile Energien sind, also für Atom und für Kohle. Dieser Kampf auch zwischen Jungen und Älteren, die Kohlekraft, Atomkraft die letzten Jahrzehnte vorangebracht haben.気候変動に対しての動きでありますけれども、これは一つの国に限られたことではなく、協会を超えて世界で大きな広がりを見せております。この運動ですけれども、一つ特徴があるのではないかと思います。それは何かというと、世代間の闘争でもと言ってもいいますか、まあ、若い人たちはこれまで、化石燃料、そしてまた石炭、そして、原発、そちらを支持してきた、これまでの従来の古い世代に対して、反対をしているわけです。Das ist ein Bild und auch das, was wir gerade gesehen haben von der 23. Internationalen Klimakonferenz, die wir in Deutschland abgehalten haben. Aber wir waren nur der Ausrichter und die Fiji-Inseln waren.Der Gastgeber in dem Sinne, also die Organisatoren, weil eigentlich hätte die Klimakonferenz auf den Fidschi-Inseln stattfinden müssen, aber Deutschland hat die Unterstützung angeboten, weil sie nicht in der Lage waren, diese große Konferenz mit weit über 10.000 Menschen auszurichten.ドイツの方では第23回の国連気候変動枠組み条約の会議が行われました。行われたのはボンだったんですね。しかしこれ実際に主催国はホスト国というのはドイツではなくフィジーだったんですよ。フィジーですね。フィジーが実際のこれを開催する国となっていたんですけれども、しかし1万人以上の世界各国からの参加者を受け入れて、そしてこれだけの大掛かりな会議を催すことがやはりフィジーとしてなかなか難しいということだったので、ドイツがサポートをし、支援をし、それで実際に会議はドイツの方で開催されました。Und dieses Kraftwerk ist eine der größten CO2-Schleudern in ganz Europa.Und wir haben mit Bewohnern der Fidschi-Inseln und von Tuvalu dort eine Zeremonie und eine Demonstration gemacht, um aufmerksam zu machen, dort findet die Klimakrise statt.皆さんに見ていただいていますこの写真の後ろ側にあります、発電所でありますが、これはヨーロッパでもですね、最も CO2 の排出量が多い、石炭火力発電所の一つになっているところです、ドイツにあるわけですけども、ここで私たちはこういった運動を行いました。行ったのはフィジーの方々と、そしてまたツバルの、その国々の方と一緒になりまして、催し物、そしてまたデモを行ったわけです。特にこのフィジー、そしてまたツバルなどにおきましては、まさに気候変動の影響を受けているところです、国です。ちなみにこの写真、気候変動会議が行われたボンの近くに石炭の採掘場がまさにあるんですよね。なので、そこでもう石炭を掘るなということで、行われたアクションなんですけども、やっぱりこれを若い世代が、企画をして、行ったそうです。でちなみに日本で、若い世代と、原発エネルギー問題というと、比較的若い世代結構こう保守的だと、保守的な人も多いみんなではないですけどって言われることがあるんですけれども、ドイツでは、
まあ、ドイツの一部の若者マルティさんのような人たちは、やっぱり、まあ、肉食をやめて、ね、あの環境のために、ヴィーガンになるという人も結構いたりとか、こういった気候変動問題に関心を持つ若い人も多いという、ね、と思うんですけども、どうなんでしょうか。それは一部の若者なんでしょうか。それとも結構多くの若者がそういった考えを受け入れているんでしょうか。Ja, es nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima hat ein wichtiger deutscher Sozialwissenschaftler Klaus Hochelmann von der Generation Fukushima gesprochen. Generation Fukushima. Ja, er hat diese Generation so genannt, die Jungen und diesen Reaktorunfall miterlebt haben.いや、ですね、その福島の事故の後なんですけど、その後なんですけども、大変有名な社会学者が福島世代ということを言い始めました。Diese junge Generation, die sich für Klimakrise, Atomausstieg, Kohleausstieg interessiert, hat das erste Mal über das Internet, über Facebook mitbekommen, wie eine solche Katastrophe passiert.Und war ganz stark dadurch politisiert. この福島の世代というのはどういったものを指すのかということなんですけれども、それは気候変動、そしてまた石炭や、そして原発など、この脱原発、あるいは脱石炭ということに大変尽力する世代ですね。で、どうしてそういった人たちがそのような気持ちになったのかということなんですけれども、まあ、インターネット、そしてフェイスブックなどが普及しております。で、これらを元に用いまして、結局、福島での事故がどれだけ悲惨な状況になったのか、どれだけですね、破滅的なものだったのかということを目の当たりにしたわけですね。で、そういったものを見て、そのいわゆる福島の世代の若い人たち、若者たちは、政治的にそんな行動、あるいは政治的な関心をすごく抱くようになったということです。Diesen jungen Menschen sagt man immer, sie interessieren sich nicht für Politik, sie engagieren sich nicht, sie sind zu faul, sie sind nur im Internet.Bei Facebook und ich denke, das ist in Deutschland ähnlich wie in Japan. Und diese Generation kannte so etwas nur aus Geschichtsbüchern und dann war es real und in dem Moment wollten sie etwas tun.まあ、皆さん、今の若者は、若い者はというよく言ったりとか聞いたりすると思うんですね。つまり政治にも全く興味を持たないし、そして興味を関心を持つとするとすれば、インターネットだ、フェイスブックだと、そしてやる気も全くないと、そういうような形で言われてるんじゃないかと思うんです。で、日本もドイツもきっとそれは同じだと思うんですけども、ね、しかしですね、この世代の人たちが実際にその悲惨な事故というものをまあ、これまでは教科書でしか学ばなかったわけですけども、実際に起きたところを実際に自分たちでそのフェイスブックなりインターネットなりで 見聞きすることができたわけですね。そして目覚めたわけです。Schon bei der Anti-Atom-Bewegung haben wir bei der ersten Laufzeitverlängerung in Deutschland es vor allen Dingen mit jungen Menschen geschafft, Proteste mit direkten Blockaden auch bei Castortransporten.Oder an den Standorten geschafft, junge Menschen für die direkte Auseinandersetzung mit diesem Thema zu politisieren.ドイツの方ではですね、その原発に対しての反対運動というのは、ね、長い歴史があります。で、脱原発の方向に一度舵が切られたんですけども、しかしまた、まあ、原子力発電所の総運転期間を延長するということが決められてしまったわけですね。その時にやっぱり若い、その時の若い世代の人たちは目覚めたわけなんです。で、その人たちは実際に直接的な行動に出ました。例えば原子力核廃棄物がキャスト、特別な容器に詰め込まれて輸送されてくるわけなんですけども、そこの輸送をストップしたりとか、それからその現場で実際にそこまで行って、さまざまな抗議運動、デモ活動を行うあるとか、まあ、実際に自分の体を使って、自分の思っているものに目標に向かってですね、まあ、反
反対運動あります。政治的な活動をし始めたという歴史があります。Es braucht direkte Auseinandersetzung mit Unternehmen, mit Politik. Und diese Lagerbesetzung bei der größten CO2-Schleuder in Europa ist ein Teil davon. そういった意味で、ここで見ていただいていますけれども、大変大きなヨーロッパでも、ドイツで一番大きな、ですね、石炭の採掘、露天掘りの採掘場ですね、ここで若い人たちがこれだけ集まって、そしてその露天掘りの採掘をストップさせたという、その一つの事例なんですけれども、実際に自分たちの体を張って、企業、あるいはまた政治に対しての抵抗を示しております。Wir sind ein eingetragener Verein und dürfen so etwas nicht. Aber wir sagen, dass es wichtig ist, dass es diese Demonstrationen gibt. Diese Aktion hat dazu geführt, dass das Unternehmen RWE von einer internationalen Ratingagentur massiv runtergestuft wurde.こうしたアクションを経ましてですね、この企業は RWE というドイツの電力会社の一つなんですけれども、国際的な格付け会社から非常に格付けを下げられました。Wir brauchen den Atom- und den Kohleausstieg in Deutschland, in Europa, weltweit, weil.Wir, die junge Generation, gemeinsam mit Ihnen und euch, können nur gemeinsam das schaffen, weil Klimakrise macht nicht an Grenzen halt. Wir haben keinen Plan B, wie wir weitermachen. Es gibt nur einen Planeten und den müssen wir gemeinsam schützen. Vielen Dank.今後ぜひ一緒に皆さんと一緒にドイツ、ヨーロッパそして、世界における脱原発、脱石炭の取り組みを進めていかなければならないと思いますし皆さんのご協力も、お願いしたいというふうに心から思っておりますやはり、気候変動というのは国境で、とどまるわけではありませんし今進めていることのプラン B というのはありませんので、このたった一つの地球を守るためにもぜひ皆さんと手を携えて、取り組みを進めていきたいと思いますどうぞよろしくお願いいたしますありがとうございますガイル・ポフェさんは、ドイツでは、肉をほとんど食べないように、自身でもされていたりとかそれから電力会社もシエナウ電力を、選んでいるそうです、若い世代から力強い、コメントありがとうございましたはい、この後少しですね皆さんと質疑を今日は本当に国会お越しいただきましてありがとうございますちょっと遅れまして、来たのはですね実は明日経済産業委員会で私質問するもんでエネルギー基本計画のですね見直しの議論をどうやって正そうかということで、今ずっとディスカッションして今ちょっと一時期抜けてきましたでご存知かと思うんですが日本はまだ、ね、原発依存で石炭火力を新増設ということで全く今のドイツのお話とですね真逆の方向に行っていますで今私たちが立憲民主党で新しいまだ4ヶ月ぐらい少しですかねの新しい政党ができて、この間にですねとにかく原発ゼロを基本法という形でまず法律を作って政治の意思としてですね原発を止めるで再生可能エネルギーあるいは省エネを組み合わせたですねエネルギー転換を実現するんだということを法律としてまず提案をいたしましたでドイツからはいろいろ本当に学んでいますで、どうしてそれが日本ではできないのかということでいろんな悩みがある中でまずは政治的な決断をきちっとすることそこから出発しようということで、我々は今取り組みをしています
で、この後ですね、実を言うといろんな乗り越えなければいけない課題があるはずなので、また今日のお話もすいません、私は途中からなので、また仲間から学んでですね、どう具体化をしていくか。で、一つ一番私大事だと思っているのは、やっぱ再エネの進め方も、その地域が主導する、形で、グラフを見ると本当に個人所有とか農業者の方々が持っている再エネの発電所っていうのがドイツでやはり本当に主流になっているということで、まあ、そういうこう、エネルギーのシフトを社会のシフトにどういうふうにつなげていくかということをまたドイツから学びたいと思っています。で、4月5月のゴールデンウィークがあるんですが、私ドイツに訪問させていただきまして、シュタットベルケを学びにですね、3つの都市を回る計画を立てておりまして、議員の仲間とドイツから現場に行ってですね、学びたいと思います。またぜひご指導ください。以上です、ありがとうございます。川崎さん、ありがとうございます。じゃあ、カンガントさん。あそこの写真の右に、2年ほど前でしょうか、私の部屋の皆さんに来ていただいて、今日もちょっとこの会の前に、おいでいただいて少し話をしたんですが、この2時間余りの時間、本当に私も話を聞いて改めて、いや、ドイツは頑張ってるなということを思いました。一つだけ赤外キャリアの皆さんにアピールしたいんですが、やはりドイツが あれだけ早く原発ゼロ2022年を決めたのに、日本がなぜ決めきれていないか、もちろん最大の責任は私の属してた政党が今一つメリハリのある原発ゼロ法案を出し切れなかった、それを山崎君たちが国会に持ってきてくれたおかげで、出すことができたわけですが、次は何かというと、やっぱり、ドイツの場合は緑の党が次の選挙で保守党を凌駕して選挙に勝ちそうだと、このことのインパクトが私は非常に大きかったと思っております。先ほどの話も含めて、しかし残念ながらこの7年間、安倍政権はですね、世論調査では6割7割の原発ゼロを求める声があることははっきりしているにもかかわらず、選挙ではですね、安倍政権がいつも多数を、結果として握っていた、これも最大の責任は私たちの政党にあることは重々承知だと言ってるんですが、しかしそこをやっぱり突き崩さないとですね、最終的なとどめはさせないと思うんですね。ですから私は少なくとも来年の夏には、参議院選挙がありますからですね、こういう考え方をしっかり持っている人をですね、やっぱり候補者にして参議院で、当選させると、選挙のことだけは私16回自分の選挙やってますからかなり詳しいんですけども、1000人の人が200人ずつ票を集めていただければ20万人です。20万人の票があれば立憲民主党で立候補すれば 100% 当選できますので、1000人のグループを1つと言わずですね、3つぐらい作ってですね、で20万人で、当選、させる、つまりは原発ゼロ候補をですね、国会に送る選任委員会というのをナンバーワン、ナンバーツー、ナンバースリーぐらいまでですね、作っていけないかと、またいろんな提案もさせていただきますが、ぜひ市民運動の方、割と運動は私も大好きなんですけども、運動は好きだけど選挙ってのはなんとなくという方も多いんですが、やっぱり最後の決めどころはですね、選挙でも勝てる、それをドイツに学べればと思ってます。ちょっといらないことも言ったかもしれませんが、一緒に頑張りたいと思ってます。よろしくお願いします。菅さん、山崎さん、ありがとうございました。それでは、ご質問がある方いらっしゃいましたら挙手いただきまして、せっかくの機会ですから、ぜひ聞いていただければと思います。マイク。私は千葉市から参りました伊藤明夫と言います。吉田さんにお世話になっております。質問4つしますけど、簡単な質問なんです。1番目は、千葉市に小火力発電所がやってきます。それは中国電力といって広島に本社のある会社です。わざわざ千葉にやってきて石炭を燃やすというわけですけれども、
それに反対しています。昨日住民説明会がありまして、中国電力の出身の人がこう言いました。ドイツは脱石炭とか脱原発とかこういう政策は全く破綻していると言いました。これは根拠を言いませんでしたけども、そう言いました。で、先ほど聞いたところ、そういう本まで回っているということを聞きましたので、ああそうかと思いますけども、皆さんも、ね、心当たりある子あれば教えてください。それは何を指しているのか。2つ目、日本のエネルギー計画というのは石炭と原発がベースロード電源となってますが、ドイツのメルケル政権ではベースロード電源ということもあるのかないのか、あれば何を指しているのか教えてください。で、3つ目、ボンの近くに石炭火力があります。煙突じゃなくて空気の冷却塔が建ってますけれども、日本はほとんどは海水で冷却してますけれども、そうなると魚の稚魚とか卵とかいろんな影響を受けるので、環境影響調査を受けます。ところがドイツの場合には空気で冷却するので、これは水域の生物に対して配慮していることなのかどうかを聞きたいです。4つ目、ドイツの石炭の露天掘りというのはびっくりしました。日本は穴を掘ってずっとこうやって落盤が起こりますが、こんな取りやすい石炭楽だと思います。これは どこにあるのでしょうか。それからドイツは石炭を輸入するということはないんでしょうか。それを聞きたいです。ちょっと複雑な質問なので少し整理して答え、どの中からできればと思います。一つ目が、ドイツの脱石炭は失敗していると、日本で、電力会社の人は言っていると、それは何が失敗なのか。フーベルトさん。Ja, besten Dank für die Frage. Die Energiewende in Deutschland ist nicht gescheitert, ganz im Gegenteil. Wir haben ja jetzt einen Anteil von 37% Strom aus erneuerbaren Energien gegenüber 5% 2000. Das heißt, wir haben einen massiven Zuwachs. Und der Zuwachs geht weiter. Er ist in den letzten zwei Jahren gedeckelt worden, gebremst worden, wegen des Widerstandes der großen Stromversorger, weil die entsprechende Probleme hatten. はい、ご質問ありがとうございます。ドイツのエネルギーシフトが破綻しているのかどうかというご質問でしたけれども、全くそんなことはなくて、むしろ逆であります。電力に占める再生可能エネルギーの割合だけを見ても、2000年に 5% だったものが現在では 37% を占めるに至っておりまして、非常に、この間目覚ましい、普及、目覚ましい勢いで普及が進んできましたし、それはこれも今後も続いております。ここ2年ほどはですね、電力会社の姿勢が消極的なところがありまして、この伸びにブレーキがかかりました。Und deshalb hat jetzt ja auch die neue Regierung glücklicherweise nicht zuletzt auch dank unseres Einsatzes wiederbeschlossen, die Erneuerbaren weiter massiv auszubauen mit dem Ziel, in den nächsten 12 Jahren den Anteil von jetzt 37 auf 60% zu erhöhen. こうした動きを踏まえまして、幸いですね、新しい政権は、私どもの働きかけもあり、今後12年間で、再生可能エネルギーを今の 37% から 60% まで大幅に引き上げていくという目標を設置いたしました。Wir haben aber trotzdem ein Problem mit der Erreichung unserer Klimaschutzziele. しかし、温暖化対策となりますと、その目標に向けて問題があります。Weil in den letzten Jahren so wenig Maßnahmen erfolgt sind im Bereich des Verkehrs, des Straßenverkehrs, der massiv
zugenommen hat. その原因としてはここ近年ですね、特にその道路交通対策の交通部門における対策が不十分であって、道路交通の交通量が大幅に増えてしまったということがあります。 Und deshalb ist jetzt endlich es gelungen zu erreichen, dass wir miteinander verknüpfen müssen die Stromerzeugung, den Wärmesektor und den Mobilitätsbereich.Alles drei muss miteinander verknüpft werden. こうした状況の中、今後発電と熱セクターとそれからモビリティセクターのこの3分野を、今後より連携させていく必要があるという認識に至っています。Und die Energiewende ist so erfolgreich, dass wir, ohne dass es deshalb zu einer Gefährdung unserer Stromversorgung kommt,einen erheblichen Teil der vorhandenen Braunkohlekraftwerke in den nächsten zwei Jahren vom Netz nehmen können. エネルギーシフトというのはこれまで非常に大きな成果を上げてきておりまして、2年分の、まあ活断による火力発電をやらなくても電力の供給は確保されているというまでに至っております。 Und damit können wir auch das sehr hohe Klimaschutzziel von 40% minus gegenüber 1992 zwar nicht mehr ganz erreichen, aber wir können auf minus 37% Reduktion kommen.Das heißt, wir schaffen das Ziel Atomausstieg und Klimaschutz miteinander. 温暖化防止の目標は1992年比でマイナス 40% CO2、温室効果ガスの排出を 40% 下げるということで、この目標を完全に達成することは難しい状況です。ただ 38%、37% くらいには至るものというふうに考えておりますし、言ってみれば脱原発とそれから温暖化対策という2つの目標を組み合わせた取り組みを進めることができているというふうに思っております。Diese Aussagen mache ich als Vertreter des größten unabhängigen, ausschließlich durch Mitgliedsbeiträge und kleine Spenden finanzierten Verbandes, der von niemandem, mit niemandem eine Wirtschaftskooperation hat, weder mit Kohlekraftwerken und auch nicht mit Kraftwerksbetreibern der erneuerbaren Energien. Wir sind also tatsächlich völlig unabhängig.私たちの団体 BNUD は完全に独立した組織でありまして、会費とそれから唯一少額の寄付だけを財源として活動を賄っているという立場にあります。すなわちどのような組織とも経済的な連携をしていることということはありません。石炭業界もそうですし、あるいは再生可能エネルギーの事業者とも協力をしているところはない、完全に独立した組織としての立場から申し上げていることです。ちょっと付け加えることなんですけども、そういった日本でドイツのエネルギーベンチシフトが失敗しているという人の論点は、一つは電気料金、さっき僕がちょっと言ったように36円していると、で日本は24円で、そんな36円も消費者から取ることは失敗だというのがあります。それからその再生可能自然エネルギーが大体 30% 電力の中に占めると、非常に電力が不安定になるということで、停電が増えるという彼らは言っているんです。だから日本はとてもそういうことはできないと。停電をゼロにするんだったら再生可能エネルギーは増やしてはいけないというようなことを言って、ところがそういうことではなくて、ちゃんと、それとあとドイツの場合、ものすごく天気予報が重要で、天気予報が来ると停電の可能性もあります。はい、あとの点はですね、ベースロード電源という考え方がドイツにあるのか、
これはないかと思いますが、まあ、もし何か不足があれば、それから、ベースロード電源、電源というのはベースロードという時間帯があって、ここの、ドイツの電力取引とかにありますけれども、1日の基本需要ということで、ベースロード、まあ、そこを、電力を管理する会社が全部埋めていって、それからピークロードとかオフピークロードという考え方があります。だからちょっと日本とベースロードっていう定義が違うんですね。日本は電源別でベースロードって言ってます。それから、空冷却がなぜなのか、ちょっと書いてなくて、つで空冷却フォンクラフトウェイネイシカブリゼネイシクラフトウェイソンダンリファイベンウェイマスクラフトウェイアプケブラントブレンシテイデNein, er meinte Luftkühlung. Nicht Atomwelle, Brennstäbe. Wir müssen ihn noch einmal fragen, weil ich ihn praktisch. Aber ich habe noch eine Frage an den Herrn, aber die Kühlrechtkühlung, was für eine Kühlrechtkühlung ist, habe ich nicht verstanden. Aber die Kühlrechtkühlung.空冷却なのか何のことを言ってますかっていう、はい、今日は石炭の話なので、石炭火力発電所のところに空冷のその装置がありました。普通は日本は海水で冷却します。やばい、Die Kohlekraftwerke stehen bei uns größtenteils an Flüssen und werden mit Flusswasser gekühltUnd heizen damit das Flusswasser auf. Das ist dann gesetzlich begrenzt auf maximal 28 Grad Celsius. Aber die Stilllegung von Kohlekraftwerken ist auch ein großer Gewinn für die Qualität unseres Flusswassers. ドイツにおきましては、石炭火力発電所は川沿いに建てられることが多く、川の水を利用して冷却を行っております。で、まあ、そのプロセスによりまして、川の、まあ、水温が上がるわけですけれども、法律で、28度を上限とするというような基準が設けられております。ですから火力発電所を停止すれば、やはりその川の水の環境にとっても良い影響がもたらされるというふうに言えると思います。ein kleines Beispiel noch, wenn es gestattet ist.Der Erfolg der deutschen Energiewende dokumentiert sich zum Beispiel daran, dass in den letzten Jahren in Frankreich aufgrund des Klimawandels mit extremen, heißen, niederschlagsarmen Temperaturen 50-60% der Atomkraftwerke stillgelegt werden mussten, weil es kein Flusswasser mehr gegeben hat.Frankreich mit Sonnenstrom und Windstrom aus Deutschland versorgt worden ist. Das heißt nicht, das Atomland Frankreich sichert uns vor dem Blackout, sondern Deutschland hat Frankreich vor dem Blackout im Sommer gerettet.またお許しいただければ一つ例を挙げたいと思うんですけれども、ドイツのエネルギーシフトの成功例とも言えると思うんですが、ここ数年フランスにおいては気候変動の影響を受けて非常に極端に暑い、そして雨が降らない夏というのがありました。その結果、原発の5割6割を稼働停止させなければならない状況に至ったんです。すなわち川の水が足りなくなってしまうというような状況だったわけですね。で、そうなるとフランスとしてはドイツの太陽光や風力で作った電気を購入しなければならなくなりました。すなわちフランスの原発がドイツを停電から守ってくれるのではなくて、むしろ逆に夏はドイツがフランスを停電から電力を供給することによって守ったというふうに言えると思います。Welche in Deutschland für Strom genutzt wird, kommt als Steinkohle inzwischen
ausschließlich aus Australien oder Kolumbien, also aus anderen Staaten. Als Braunkohle kommt sie aus dem eigenen Land. Deutschland ist das größte Braunkohleabbauland der Welt.そして、まあ、石炭等がどこから来ているかということですけれども、電力発電に使用される、まあ、石炭の方ですね、石冷炭の方は全てオーストラリア、そしてコロンビアといった国から輸入しております。そして褐炭の方はドイツ国内産で賄っています。ドイツは世界でも最大の褐炭の産出国です。Die Braunkohle wirdoberflächennah abgebaut, allerdings bis 600 Meter Tiefe in riesigen Dimensionen, ist aber relativ kostengünstig aus der Sicht der Betreiber abzubauen und deshalb gibt es ein großes Interesse an der Verstromung der Braunkohle und unser Einsatz ist, dass gerade diese besonders klimabelastende Kohle möglichst bald nicht mehr genutzt wird. Das wird im Übrigen jetzt in einer Kommission im nächsten halben Jahr in Deutschland entschieden. Das hat die Regierung so festgelegt. Es gibt eine quasi Kohleausstiegskommission, die bis zum Jahresende 2018 ein entsprechendes Gesamtkonzept vorlegen soll. で、あの、褐炭の生産は非常に地表に近いところで、深度600メートルを限度に行われており、ただ事業者から見てかなりその経済性の高い形、安い形で大規模な採掘ができるというふうに考えられ、褐炭を火力発電に使いたいというインセンティブに結びついております。そうした中、私たちの取り組みとしてはこの気候にとって悪影響を及ぼす褐炭の使用を早くやめさせる方向に持っていきたいというふうに考え取り組んでおります。ちなみになんですけれども、新しく発足した政権はこの褐炭、石炭の使用について今年度2018年末までに包括的なコンセプトを策定する委員会というものを設置すると決めまして、今後半年ほどをめどに、ある何がしかの決定が行われることが予測されております。はい、ありがとうございます。じゃあ他にご質問、はい、たくさん手が挙がりましたけど、じゃあなるべく多くの方に、はい、本日は講演どうもありがとうございました。東京理科大学の社会人材学院で学んでいる佐藤と申します。ドイツ の現状の発電量ですとか、このエネルギーが再生可能エネルギー 100% に向けて順調に伸びていることが分かりましたが、一次エネルギー全体ということで考えると発電量は多分 40% くらいで、あとの 60% は産業とか運輸とか家庭 のエネルギー、例えばガソリンとかディーゼルとか、あるいは熱としての石炭の利用等があると思うんですが、それが電力に置き換わることによると、現行の電力では多分足りなくて、将来的にもう少し電力、発電量というのは必要になるのかなと。それを見越した上でもドイツはこのリニューアブルエネルギー 100% というのが目指せるかどうかという、見通しを一つお聞きしたい。でもう一つは褐炭がドイツ国内ではもう使用禁止と例えばできたとしても、例えばこれをドイツ国内では使わないと決めた後、褐炭は誰のものかというところで、国のものなのか個人的な所有者のものなのか、それを輸出して海外でそれを使われることが止めることができるのかということを教えてください。はい、ちょっとお答えの前にもうお一方ご質問を聞きたいんですけど、ちょっと今、今の質問が、
一次エネルギーのうち、まあ、今後電化が進んでいく、例えば自動車だとかそういったところで電化が進んでいて電力の消費量が増えてもなお自然エネルギーのパーセントが何かのものか、はい、あじゃあ、最終処分場のことでちょっと伺いたいんですけれども、100万年耐えられるものを見つけるということなんですけれどもね、その100万年っていうのが本当に抽象的で現実味を持ってない、それが1万年では なぜいけないのか。ありがとうございます。じゃあちょっと残り時間も少なくなってきたので、はい、質問を先にお聞きできればと思います。じゃあ後ろの方、じゃあ3名の方。木村と申します。協会と労働組合という2つの大きな団体が脱原発に、協会と労働組合という2つの、社会的な大きな影響力のある組織がエネルギー転換に賛成ということだったんですけれども、日本の場合は宗教団体も労働組合も影響力があまりドイツに比べると大きくないという上に、どちらもすごく態度が煮え切らない面があると思っていて、でその点ドイツは宗教団体の中で社会的に明確な立場を取ることに対して抵抗感はないんだろうかと、日本だったらなんで宗教がこんなことに口を出すのかという意見が出てくるし、また労働組合についても電気系の労働組合とかで抵抗があって、むしろ日本の場合労働組合がエネルギー転換の妨げになっている面があると思うんですけれども、その点ドイツはそういう協会がはっきりした態度を取ることに対して抵抗感であるとか、労働組合が脱原発を推進することに対して反発の声はないのだろうかということを聞いていければと思います。よろしくお願いします。私八王子で市民発電を進めている遠藤と言いますけど、3点ほど質問があります。一つ、ドイツのその再エネのですね、発電価格料金がですね、必ずしも安くないんだけども、この普及が進んでいるというのは、省エネによるですね、節電効果が非常に大きいだろうというふうに思うんですけども、その節電によるその各家庭におけるそのエネルギー消費がどのくらい減っているのか、もしデータがありましたら教えていただきたい。だから2つ目は、水素再エネを利用した水素発電ですね。水素発電というのはその再エネの 100% 進めていくので非常に大きな役割を果たすじゃないかというのは思ってるんですけども、ドイツにおけるその再エネを活用した水素発電の実情等についてお知らせいただければと思います。だから3つ目は立憲民主党の方、菅さん氏がいらっしゃるんですけど、その提案した原発ゼロ法案ですね、のこの再これをぜひ成立させたいと我々市民が思ってるんですけど、これを成立させるためにどんな取り組みが必要なのかというのは、少しサジェッションをいただきます。すみません、3点。ちょっと全部に答えられるか分かりませんけれど、はい、じゃあちょっと次の方お願いします。フィーレンダンク。今日はどうもありがとうございました。先々週初めてドイツに行ったんですけれども、私が思ったのは、日本で脱原発というか原発をめぐる問題はすごく複雑で難しいですけれども、その中の一つに弱い立場の人たちが
苦しめられてしまうっていうなんか構造があって、そこの弱い立場の人たちを勇気づけることができると問題がもっと大きく解決できるんじゃないかと思うんです。でドイツもいろんな民族の人たちがいる国なので、どういうふうにこう差別の問題とか、こうなんていうか協力していける関係ができたのか、乗り越えていけているのかっていうことを聞きたいと思います。はい、弱い立場の人たちとどう、まあ、連携を作っていったのか、まあ、だから地元の人たちとかそういうことですよね。はい、はい、処分場問題のことかなと思いますので、後でお聞きできると思います。じゃあ前の方、はい。エネルギー面でを勉強しているエンジニアなんですが、3つ質問をしているんですが、勉強しているとですね、非常にドイツはやはりいろいろ進んでいるのと、アンケートを取ってもですね、非常に賛成が多いと。で、もう一つびっくりするのは、ドイツは分からないっていうのがすごく少ないんですよね。エネルギーベンテの問い合わせに対しても、再生可能エネルギー数パーセントしかいないっていうのは、やはりかなりデータがですね、公開されてるのかなと、国民に対してですね。そこら辺はどうやってるのか。やっぱり理解ができないと分からないになっちゃうんですけど、日本は多分20、30% は分からないんです。もう一つはやはり石炭とかですね、天然ガスとか火力系のものっていうのは系統を安定化させる働きは必ずあると思うんですけど、今後ずっと減らしていった時の系統の安定化っていうのは、まあ、ここで聞いていいかどうかわからないですが、やっぱ欧州全体のネットワークということがあるから実現できるってことはあるんです。あともう一つご意見聞きたいんですけど、ドイツは1991年からフィットに近い制度を持ってずっと進めてきて、去年ぐらいのマーケットの要請入れてますよね。で、日本はまだ10年も、母さんがやっていただいてから10年も経ってなくてですね、すぐもうマーケットの話が出てきてるんですけど、そこに対してはどうお考えか、ちょっとご意見いただければと思います。はい、ありがとうございます。じゃあちょっと時間の関係で全てにはお答えできないかと思うので、そういったことはちょっとアンケートにも皆さん書いていただければと思います。ということで、ちょっと最初にですね、協会と労働組合でドイツで反発がなかったのか、迷いがなかったのか、はい、じゃあリハルです。Ja, ich versuche doch im Gegensatz zu Akikos Vorgabe die Fragen ganz kurz der Reihe nach zu beantworten. Erste Frage war, ob man nicht durch die Elektromobilität mehr Strom braucht. Ja, das ist so, aber wir sagen, weniger Autofahren, mehr Zugfahren, mehr Fuß- und Radverkehr, und die Elektromobilität ist in erster Linie eine Elektromobilität im öffentlichen Verkehr. Und für die private Auto-Elektromobilität müsste das Elektroauto gleichzeitig mit einem Zubau an erneuerbaren Energien verbunden sein. 簡単に一つ一つ私の方からコメントしていきたいと思っています。電化によって電力が上がっていくのではないかと、その需要が上がるのではないかということですけど、私たちもそう思います。しかしですね、車に乗るということをやはりもっと避けていきましょう。そうではなく列車に乗るであるとか公共交通機関を使いましょう。自転車、そしてまたどんどん歩いていきましょうと。でもし電化を進めるということだとすれば、まずは公共の交通機関からやっていくということ。そして自動車e モビリティを進めるというので、あとするとこれも再生可能エネルギーとリンクさせていくということが必要だと思います。Die zweite Frage war, wem gehört die Braunkohle? Die Firmen in Westdeutschland haben das Recht, die Braunkohle abzubauen. Es ist vom Staat verliehen, aber der Staat kann es auch wieder nehmen. Im Osten Deutschlands hat inzwischen sind inzwischen die Kohleabbaurechte an eine Firma aus Tschechien verkauft.
Aber wenn, wie bei der Atomenergie, der Staat beschließt, aus Klimaschutzgründen die Braunkohleverstromung abzubauen, dann muss es eventuell noch Entschädigungen geben, aber es ist möglich. で勝手は誰の収入のものなのかという次の質問だったと思いますけれども、西ドイツにおきましてはですね、勝手 の採掘企業の方が採掘をするという権利を国から与えられております。で東ドイツの東部のドイツの方ですけれども、勝手の採掘の権利でありますが、これはチェコの企業にも売却されております。で、まあ、気候変動ということで、まあ、脱石炭ということを考えていきますので、そうなりますと採掘ができなくなってくると、そうなるともしかしたら、まあ、その企業から県に対しての賠償ということに問題にも発展してくるかもしれません。 Die Frage von Ihnen, es ist ganz klar, eine Million Jahre müsste es sein, deswegen fordern wir Stopp des Weiterbetriebs von Atomkraftwerken, weil bisher noch kein Kilogramm hochradioaktiver Atommüll sicher für Mensch und Umwelt gelagert ist weltweit.で3つ目の質問ですけども、100万年です。まあ、一応100万年でなければいけないと言われております。だからこそ私たちはもうすぐにでもですね、即刻、原子力発電所の運転を停止すべきであると考えているわけです。停止しなければどん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 と高レベルの放射性廃棄物が生み出されてしまうわけですね。しかし1キロ、その1キログラムたりともですね、世界各国で安全に貯蔵するということがまだできておりません。Auch in Deutschland gibt es Gewerkschaften, die für die Kohle demonstrieren und die auch gegen den schnellen Atomausstieg waren. Aber es gibt andere Gewerkschaften, die erkannt haben, dass die Zukunft ihrer Arbeitsplätze, ihrer Mitglieder in den erneuerbaren Energien liegt, in angewandter Technik. Das ist zum Beispiel die Industriegewerkschaft Metall.Weil wir in Deutschland eine starke Maschinenindustrie haben, die weltweit exportiert und die beispielsweise auch Kugellager für Windkraftwerke herstellt.それからと労働組合の役割ということなんですけれども、まあ、ドイツの方にはさまざまな労働組合がございまして、一部労働組合の中でもですね、石炭はまださらに、助成すべきであると、そして脱原発には私たち反対すると言っているところもあります。しかし別の労働組合もありまして、そうではなくやっぱり再生可能エネルギーで、雇用を生み出していかなければいけない将来はここにあると明言しているところもあります。ドイツでの大きな労働組合の一つに金属産業の労働組合があるんですけども、と申しますと、ドイツは機械製造がすごく強いんですね。そこの機械製造というのはこの金属労働組合の傘下になるわけですが、でこういったところの金属労働労組におきましても労働組合も脱原発に賛成しています。なぜかというと、例えば風力の発電機のタービンなど、それからそちらの方で使います、ベアリングですね、こういったものをですね、これから生産していく方向に変換していかなければいけないと考えているからです。Bei den Kirchen, kann ich nicht sagen, wie das in Japan ist, aber bei uns ist diese Bewegung auch von unten gekommen. Allerdings haben wir sehr ermutigend in Südkorea erfahren, dass dort buddhistische Kirchen, aber auch beispielsweise eine große christliche Frauenorganisation, YWCA, sich engagiert für den Atomausstieg und die Energiewende einsetzt.また協会の役割として日本ではどうなのか知らない、分かりませんが、まあ、ドイツの場合はですね、やはり草の根という形で、まあ、協会におきましてもトップダウンではなく下の方から、脱原発そして再生可能エネルギーに賛成するという動きが徐々に徐々にと上がってきました。まあ、日本の状況は分かりませんけども、私たちは韓国にこの前その日本に来る前訪問してたんですね。そこで聞いた話によりますと、やっぱりドイツと同じように仏教関係の協会の神社、それからお寺の組織、そしてまた大きなキリスト教関係の組織など、YWCA などをはじめといたしまして、脱原発、そしてまた再生可能エネルギーに、声高に賛成しているという状況にあります。Die technischen Fragen versuchen wir schriftlich zu beantworten, weil wir leider diesen Raum nicht mehr länger haben. Aber zu dieser wichtigen Frage, ob die Energiewende eine soziale Frage ist und wie man den Schwachen in der Gesellschaft helfen kann innerhalb der Energiewende, will ich das Wort noch an Robert Weiger geben.
その他いただきました技術的な質問に関しましては後で書面で、まあ、時間がありませんので書面でお答えさせていただきたいと思います。とはいえ最後にいただきましたエネルギーシフトを、社会の問題としていかにして弱者の人たちを助けていくのかという重要な問題に関しましては、それでバイカスさんの方から答えていただきたいと思います。 Ich glaube, eine der entscheidenden Aufgaben, die sichüberall dort weltweit stellt, wo wir die Chance haben, überhaupt demokratisch zu wählen, ist, dass wir uns einsetzen für die Demokratie. Und zwar, dass genau die Wissenden in der Gesellschaft sich persönlich engagieren.私のこれは考えですけれども、世界各国で民主主義を守っていくためには民主主義を強化していく取り組みというのが極めて重要であると、そうした民主主義的な参加の制度を活力として社会を形成していくということが重要だというふうに認識しています。Das heißt, wir müssen den Mut habenUns aktiv einzumischen, zu demonstrieren, Gesicht zu zeigen und müssen uns gemeinsam vernetzen, damit wir nicht ausgegrenzt werden.すなわち、勇気を持って積極的な活動を行っていく、介入していくということが重要です。デモに参加したり、顔を見せたり、ネットワークを作るということによって、社会から、排除されることのないように、取り残されることのないように、積極的に関わっていくという姿勢を持ち続けることが大事だと思います。Und damit wir das schaffen, brauchen wir Information. それをやっていくためには、やはり情報が欠かせません。Und wir haben die Chance, heute mit Hilfe der modernen Kommunikation eine andere Qualität von Information uns gegenseitig zu vermitteln, als das früher der Fall war.そして現在では最新のコミュニケーション技術を駆使すれば かつてなかったような形でお互いに情報を共有することができるようになってきています。Und diese Chance müssen und können wir nutzen, denn wenn die Menschen mehr wissen, was tatsächlich an Gefahren durch Atomkraft verursacht werden, dann sind sie eher bereit, sich dafür zu engagieren, als wenn sie nur immer hören, wie unschädlich die Atomkraft ist.私たちはこのチャンスを活用していくことができますし、またそうしなければならないというふうに思っております。やはり人というのは情報があれば、例えばその原発というのがいかに危険をもたらし得るものかという情報を正しい情報を持っていれば、それだけ積極的に活動をするというような方向に向かっていきます。原発は無害であるというような話を聞かされ続けるよりも、自分で情報があれば積極的に動けると思います。In den letzten zwei Tagen in der Region Fukushima Daiichi, in dieser Katastrophenregion. Und wenn man das Ausmaß der Sperrzone, wenn man das Ausmaß der Belastungszone erfährt, indem man dort stundenlang durchfahren kann, dann ist man in einer anderen Qualität von einem solchen ReaktorUnfall betroffen, als wenn man das nur auf einer Karte sieht. 私どもはこの2日間、福島第一周辺地域を訪れました。被災地に足を運ぶんですけれども、やはり現地に行って、何時間走ってもその汚染地域、立ち入りが制限されている地域を抜け出せない、それに何時間もかかるというようなことを、やはり現地で、体験いたしますと、地図で見ているのとは全く別の印象、実感というのを得られるというふうに改めて感じました。Wir haben nach der Reaktorkatastrophe Akito und betroffene Farmer nach Deutschland geholt, damit sie an den Standorten von Atomkraftwerken berichten über ihre Erfahrungen und
Es wäre, glaube ich, gut, wenn in Japan selbst an den Standorten der Atomkraftwerke möglichst viele solche Augenzeugen berichten würden. Dankeschön. そういった意味で私たちは MOE ジャパンの方々とも協力をし、そして福島での実際に自分で体験をされました、苦い経験をされた人々、そのワードルズの方に来ていただきまして、そしてまた、さまざまな大変重要な人物の方々にも来ていただきまして、実際にどういったことが起きているのかということを、話してもらう機会などを、資金計画を企画をしております。これからもまた皆様とですね、協力関係を推進して、一緒に頑張っていただきますので、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。本当に元気になる、希望を持てるお話を聞かせていただきました。また、ですね、日本でも実は2016年は、原発の比率は 2% 以下、ちょっと再稼働いろいろしてしまったので少し増えるとは思いますが、実は今脱原発状態にあると言っても過言ではありません。なかなか選挙で勝てないとはいうものの、脱原発を、ね、願う、人々の心というか人々の力というのは、なかなか再稼働を進ませない、そういったプレッシャーにもなっていると私は信じております。そしてですね、今お話しいただいたドイツの事例も含めまして、今世界中で脱原発、そしてエネルギーシフトがすごい勢いで起こっているんですね。 ですからこれを私どもこういう福島の今とエネルギーの未来2018というレポートを最近出したんですが、この中で福島原発事故の現状およびこういった世界中で起こっている脱原発の動きもレポートしておりますので、よろしければお帰りの際にお手に取ってご覧ください。 ですから私たち原発ゼロ基本法案、これはですね、国会の中だけではダメだと思います。私たちが応援をして、で各政党にですね、これに賛成しろとプレッシャーをかけて大きな声にしていかない限り、あっという間に否決されてしまうんですね。でたとえ否決されてもそれで諦めずに繰り返し繰り返し提出してもらって、選挙で頑張って応援してということで、やっぱりドイツのように一歩一歩ですね、脱原発そしてエネルギー転換を民主主義の力で勝ち取っていくしかないのではないかなと今日思いました。改めてドイツの皆さんにありがとうと言いたいと思います。皆さん拍手をお願いします。皆さんも長時間かかりありがとうございました。一緒に頑張っていきましょう。お帰りの際にですね、アンケートの方を受付の方にお出しください。そしてよろしければ FOE のサポーターになることもご検討いただければ大変ありがたいです。皆さん長時間にわたってありがとうございました。